何か食べよっか。あ、いいね。うん、美和子に任せるよ。どうしたの、うさみちゃん。レコード買いに行くの付き合ってくれたり、最近なんだか私に気を使ってるみたい。そんなことないよ。美和子のことだから、ほら、なんかいい店見つけたのかなって。本当にいいの？私が決めて本当にいいの？もちろん。じゃあ、いおりもそれでいいでしょ？いおりちゃんも？うん。美和ちゃんは何が食べたいの？それは食べてのお楽しみ。あの店、居酒屋だよね。こんな時間に空いてるの？焼き鳥のテイクアウトしてるのよ。前から食べたいと思ってたのよね。おいしい。あ、ほんとだ。熱々で香ばしい。祭りでもないのに路上で焼き鳥。確かにみんなチラチラ見てるね。女子高生が無敵といえど、さすがにちょっと恥ずかしい。食べてみてよ、うさみちゃん。うまっ。このタレ好き。さて、それじゃあじっくり聞かせてもらいましょうか。そうそう。何のこと？いおりってば白々しいぞ。水臭いよ、いおりちゃん。片思いの彼とその後どうなったか、いい加減教えてもらうわよ。名前ぐらい分かったの？まさか勢いで告白したりしたんじゃ。彼の名前は関ヶ原エイ君っていうの。関ヶ原？あいつなの？うさみちゃん知り合い？いや、そのあいつはやめときなよ。なんで？普通じゃないというか、堅気じゃないというか。彼が私とは別の世界に住む人だって分かってる。これが危険な恋だとしても、この気持ち止められない。イオリ、フェイスか。嘘、関ヶ原くん。一緒に来い。でも関ヶ原、あんたなんでイオリに近づいたの？キサラギトミカ、説明してる時間がない。来てくれ、頼む、フェイスか。まだ夢は見るのか？うん、話してくれたヨチムだよ。ええ、それはヨチムなんかじゃない、森村千尋の記憶だ。森
森村先生の？彼女の記憶を移植されているんだ。まさか。未来の技術ならそれが可能だ。森村先生は未来の人ってこと？そうだ、夢で見た通りだよ。じゃあ網口くんやクラベくんも？クラベ、玉尾さんを知っているのか？玉尾？ううん、クラスのクラベ十郎くん。十郎、なるほどな。でもどうして私に？おそらく、いや推測よりも本人に聞いた方が早い。森村先生に？今から向かう先でな。この公園に？あ、待って。まだ来てないようだな。来るまで待とう。なんだ？関ヶ原くんのこと、エイくんって呼んでもいいかな？好きにしろ。やった！どうしたの？大丈夫？俺も冬坂と同じように明日橋で育った。この町の80年後だがな。見たろ、今は廃墟だ。間もなくここにも現れる。冬坂が夢で見た記憶のようにこの町もダイモスに攻撃されるんだ。あの夢が森村先生の記憶なら、先生も A 君もあの怪獣と戦うために来たんでしょ？森村はもう違う。戦えるとすれば俺たちだけだ。俺たち？この世界に手を加えることができる適合者、お前もその一人だ。だがこの世界はもう助からない。俺と一緒に来ないか？16年前に戻ってもう一度やり直すんだ。この町もろとも消えずに済む。16年間準備して戦えば次は勝てる。残された美和ちゃんたちはどうなるの？ここにいるお父さんやお母さんは？ダイモスにやられて消滅するだろうな。その両親は本物じゃない。森村千尋はセクター1の住人だ。君はここへ連れてこられた。まさか。私の大切な家族よ。ここに留まれば町と運命を共にする。しかないなら私戦う。夢の中の彼女のようにみんなを守って戦う。どう戦う気だ？十郎は何もかも忘れてるが、あいつならきっと一緒に戦ってくれる。クラベ君、 A 君は戦わないの？俺と涼子さんにはもう時間がない。ここを去る。そう、俺はこういうやつだ。好きになる価値のない男さ。お前もこれで目が覚めたろ。エイ君、その私
先生来てないか探してくるね。冬坂さん、夢で見たあの姿。なぜ彼女を連れてきたの？あんたの秘密を暴きに来たんだ。彼女には知る権利がある。先生、説明してやれよ。私の見る夢が、先生の記憶というのは本当なんですか？なぜそんなことを。言いたくないなら俺から言おうか。冬坂に記憶と人格を上書きして、冬坂をあんた自身に変えようとしていた。え？成り代わろうとしてたんだ。わかった、説明する。そのつもりだった。でも今はそんな気はない。なぜだ？もうイージス作戦しかないからよ。教えて先生、私はどうなるの？人格を変える段階までは進んでない。あなたはあなたのままよ。ただ私の記憶を持ってるだけ。それも重郎に邪魔されて。あなたは夢のようにしか思ってないけど。夢の中のクラベ君。426だ。奴も移植していたのか？違うわ、今の彼じゃない。あんな風に変わる前の泉君に戻したかった。記憶のおかげでわかる、彼を思う先生の気持ち。それで比べ玉尾にも記憶移植を。違うね、本当の目的を教えろ。先生の気持ちは本当だよ。比べ玉尾と網口周に記憶移植したのは彼らとの約束だったからよ。適合者でなければならない何かがある。俺はそれを知るためにあんたをここに呼んだんだ。なぜだ？私はもう人間ではないの。リセットが起こった時に、私がいた世界が制圧された時に、本当の私は死んでいる。じゃあ今のあんたは何だ？ユニバーサルコントロールが作り出した幻。先生が幻？まさか。どういうことだ？セクターゼロへ転移すれば次の世界へ脱出できるんじゃないのか？リセットを超える方法なんて本当はないのよ。セクターゼロへの転移は転移じゃない。私をスキャンしてデータを取るだけ。そしてユニバーサルコントロールの一部として次の世界でそのデータが再生される。それがループの正体か。15人の人間だけが計画を完遂できる。計画？種を存続させるための2188年の計画だけど、私はもうこの5つのセクターに囚われる人形で、その使命を果たせない。人間としてこの世界に生まれた自分、つまり冬坂伊織になろうとしていたわけだ。もう一度人間に戻るために。関ヶ原君もセクターゼロへ転移する気だったのね。ああ、イージス作戦も止めるつもりだった。あんたを殺してな。ここで撃つ気なの？
ダメだよ。イージス作戦か。ユニバーサルコントロールを隔離して、あんたは存在できるのか。セクターゼロにあるデータは隔離されても機能する。つまりあんたは生き残れる。人間じゃないけどな。そしてはっきりした、涼子さんと俺には逃げ道なんてなかったってことが。エイ君、一番だったのにな。繰り返します。ただいま番組を中断し、緊急速報をお伝えしています。隕石のように飛来してきた大型の未確認物体は建物を壊しつつ、現在も霞町方面に北進中です。芦田橋では緊急非常事態宣言が出され、周囲の3区で今も避難が呼びかけられています。本当にこの日がやってきた。これを使う時が。 A 君の15番機へ。連れてきて。じっとしてろ。私まだ心の準備があった。こんなところを撃たれたのか。何これ。起動マーカー、騎兵を呼ぶスイッチだ。動くな。これでいいだろう。426の話通りなら問題なく動くはずだ。俺の騎兵を登録した。15番騎兵、ダイモスと戦うロボットだ。俺よりお前が持つ方が役に立つ。俺はとんだ役立たずだ。そんなこと。冬坂、俺、いや、なんでもない。森村の言うことより自分を信じろ。言う通り、今の自分を信じる。美和ちゃんやお父さん、お母さんたち、みんなを守る資格が私にあるなら、私は無敵の女子高生は今時ロボットにだって乗っちゃうんだから。
この辺りでいいだろう。特務機構はもう少し先だぜ。いいんだ、こいつは目立つからな。確かにな。そうと決まれば案内する。ついてきな。高宮ゆき、南夏乃を守るため特務機構に協力を余儀なくされていた。彼女によれば黒服たちに指示を出しているのは飯田だ。俺は別の世界から来た人間で、森村千尋が話していた次の作戦、イージス作戦が実行されるとこの世界から脱出ができなくなる。冬坂伊織、かつての記憶を失ったこの俺に対しても彼女は親身になって接してくれる。俺は彼女にどう答えるべきだろうか。南夏乃が所持しているデータユニットから得た情報によれば、俺は殺し屋で森村を殺害する依頼を受けていたらしい。しばらくどこかに隠れていろ。了解しました。すごいな、お前のバイク。あ、いや、それはいいや。歩道橋の上から特務機構のビルがよく見えるんだ。確認するか？ああ。どのビルが特務機構なんだ？見えるだろ、あれさ、警察署の隣のビルだ。何階だ？一番上さ。分かった、あとは俺に任せろ。お前は来るな。そうは行くか。お前がいると足手まといだ。それとも流れ弾に当たって死にたいのか？待てよ。今、特務機構の事務所で私や黒服に命令を出しているのが誰なのかはわからない。お前が飯田だと言ったじゃないか。あいつは死んだ。東雲が撃って殺したはずなんだ。行けばわかる。見ていたな。私は用意周到だからね。君のためにゲストも呼んでおいた。冬坂伊織もここにいる。話し合おうじゃないか。早く来たまえ。歓迎しよう。でも死なないはずだ。ドロイドだったとはな。いいや、
死んだんだ。だがもしもの場合を見越してドロイドに記憶のコピーを取っておいた。その姿でループする気か？まさか。私自身のデータはすでに避難エリアに保存されている。ドロイドに後始末をさせるわけだ。私を次の世界に確実に送るためには自分が一番頼りになるからね。冬坂を話せ。関係ないだろ。いいや、むしろ危険な存在だ。どうやら君は私との約束を果たす気はないようだ。記憶がないのを知ってて約束がどうと言っているのか。本人の口から聞いてみるといい。守備はどうだ？邪魔なものをうまく片付けたか？安心していい。すでに俺と涼子は複製データを避難させている。これで記憶を失う前のお前が次の世界へ行ける。あとは伊田哲也の指示に従え。よくやった。知らないな。どこの勘違いした間抜けだ。そうか、仕方がない。君が寝返るのも想定内だ。それに君たちが今さら何をしてももう手遅れだ。どちらにせよ君たちは消滅する。次の世界の君たちは私が必ず助けるよ。だから安心してここで死ぬといい。邪魔だ。心配するな。先にお前からだ、関ヶ原。森村が、森村がなぜやり直しを諦めイージス作戦にこだわったか知っておきたくないか。我はガキだな。何も覚えていないお前が森村の何を語るというんだ。セクター3の廃墟であんたに三浦を渡されたこともはっきりと覚えている。調子に乗ったさっきの録画もな。俺は記憶を保存していたんだ。それで思い出した。大丈夫？いや、困ったわね。動けない。表通りは黒服が張ってる。すっかり囲まれてるわ。イージス作戦でこの世界を守れば勝てなくても生き残れる。だが残されるのは誰もいない廃墟だ。蛍光 NMC0204 とラベルに印刷されている。プラスチック製のボトルの中は空っぽだ。もう俺に残された時間は少ない。伝言ダイヤルに俺宛てのメッセージを録音した。ひどいよね。薬はどうしたの？とっくにからだ。もう飲んでも効かない。どうすることもできない。ああ、頭が割れそうだ。俺の記
記憶がなくなったらきっとあんたを訪ねる。その時渡してほしいメッセージ。この時代の伝言サービスを使った。分かった。イージスシステムで全てのターミナルを封じてしまえば、この街はユニバーサルコントロールと切り離され、管理も制御も効かなくなる。だから人が消えるんだ。いくつかターミナルを残すようにすれば。ダメよ、そこが D に狙われる。この世界を諦めて次にかけるしかないのか。それも無理よ。私たちに次はないの。2188年の記録から衛星にリンクする方法を見つけた。衛星、この世界のものじゃない、本当の世界にある軌道上の人工衛星よ。そこからこの世界の仕組みが分かったの。何度でもやり直せるわけじゃなかった。我々のいるエリアは対応期間がもう限界。次に制圧されれば向こうの施設ごとリセットされてセクターゼロも消滅する。全てが崩壊する。セクターゼロも。セクターゼロ、なんだ、聞き覚えがあるぞ。症状が悪化してるわね。いいわ、よく聞いて。5つのセクターの他にもう一つ特殊なセクターが存在する。そこは空間がなく中を見ることはできない。セクターゼロはループの影響を受けない避難領域なの。転移装置で自分の情報を送れば世界がリセットされた後再生されるの。そうだ、それで次の世界に脱出できるといたか。だけど次はセクターゼロも消滅する。もう私たちはループできない。これが最後なのよ。次の世界には脱出できない。イージスシステムを起動すれば消滅は免れる。残るのが誰もいない廃墟だとしても。本当ならなぜ秘密にしていた。それは本当ならなぜ秘密にしていた。それは関ヶ原君、記録を消去したのは見られたくなかったのよ。誰にも知られたくは。2188年に何があって今地球がどうなっているか知りたい。関ヶ原エイ、あなたの調べはついている。私を殺しに来た殺し屋ね。もう人類はこのコロニーの住人だけ。今となっては金で請け負う殺人なんて無意味ではなくて。俺もあんたを調べた。いつも殺す相手は詳細に調べ上げるんだ、忘れないために。ドキドキするわね。だけどあなたをその部屋から出す気はないわ。森村千尋博士、あんたは箱舟計画の研究資金捻出
情を汚染しているやつだ。こうなると分かってやったことでは。声が震えてるぞ。責めてるわけじゃない。あなたの言葉など誰も信じないわ。誰かに話すつもりもない。忘れないためさ。人類を滅ぼした女の死に顔をね。何が起こったの？仕掛けておいた爆弾が爆発したんだ。発電エリア？なんてこと。すぐに復旧しないと。生命維持装置が停止する。受けた仕事はこの手で必ず終わらせる。俺の流儀だ。まさか扉のロックも。待ってろ博士。すぐにそこへ行く。ナノマシン汚染で人類は滅びた。それは私のせいで。関ヶ原くん、いけない、危険な状態だわ。このままではどうしたの、お嬢ちゃん。こんなところに。覚えてないのも無理はない。最後に見たのは赤ん坊だったものね。森村千尋は私だけで十分よ。あなたは計画の障害は排除する。森村が死ぬ前に全てを俺に明かした。随分回りくどい嘘をつく。上坂伊織にも聞いてみるよ。お前を始末した後ゆっくりだ。もう少しマシな男だと思ったが、最後に来て見苦しいぞ関ヶ原。セクターゼロだ。お前が自身を保存した避難領域だが、お前は消滅する。森村は現実世界の衛星にアクセスして、それで知ったんだ。次のリセットは今までとは違うと。現実世界の衛星だと。次に怪獣に負けると、この世界だけじゃなく現実の世界も影響を受ける。あっちへ戻るための施設エリア全体が作り直されるんだ。セクターゼロも残らない。イージス作戦をやらなくても次はない。もう誰もループできないんだ。衛星エリア、あの時トミが言っていたのはこのことなのか。まさか衛星エリア関ヶ原。おい、大丈夫か？
のは冬坂だな。素直なやつだ。後ろに続くのは17番機だ。他の第2世代に第3世代まで全部で12機。8つ目、随分ゲームの参加者を集めたもんだ。第1世代の改良型11番騎兵か。試してやる。なぜ私に？上級 ID は上位のアクセスができるけど、アクセスの開始には生体認証がいる。手伝ってもらいたいの。いいえ、これはあなたたちを手伝うことになるのかしらね。動かないでよ。ここから転移を。あなたはちょっと離れて。何をする気です？
犠牲よ。あなたたちがこれで戦いやすくなる。転移装置に乗って。ここなら大丈夫じゃない。河原は広いし誰もいない。騎兵が現れても大丈夫。今から呼ぶのですか？夜を待った方が良いのでは？すぐ送り返すらしいから。一瞬だろ。大丈夫大丈夫。ここで？なんで？私が三浦の ID を使用していたが、 ID 権限が彼に戻った。私が19番騎兵を動かしたためだ。私はこの騎兵を操作できない。騎兵を手にさせていた。同乗者変更が必要だ。キャラ変更に伴い、記念と記憶領域が初期化される。え、
それダメじゃねえか。どうするの？さすが BJ。もちろんいいわ。私ロボットに乗って戦う。 BJ と一緒に。なっちゃんを危険な目に遭わせるわけには。戦うなら私の方が。なんだって？もちろんよ。OK。 なんとか言って。彼はもういない。え？記録情報は彼しか受け取れないが、彼自身と情報の両方を入れるには探査装置の記憶容量が足りない。自分を消去して領域を確保したんだ。嘘だよね、BJ。はい。うん。まるで全てが黄金のようだ。比べ家にお世話になる日、千尋の手を引いてみた夕日と同じだ。千尋が何者であろうと、どんなに変わろうが私の家族だ。高俊さん、来てくれたんですね。あれは俺たちの騎兵じゃないか。そりゃ来るさ。あれか。はい、あのビルに騎兵があります。不思議なもんだな。間もなくここが戦場だ。未来だというこんなわけのわからない場所で訓練してきた本土防衛戦をやる。実際がどうあれ、あんな最新兵器で戦えるだけ俺たちは恵まれている。高俊さん、私に何かあれば千尋をお願いできますか。バカ野郎、貴様の窮地には俺が必ず駆けつける。死ぬ時があるなら俺が先だ。弱気になるな。誰が死ぬものか。はい。気合が足らんぞ慶太郎。
行きましょう。騎兵を取り返します。おう。おお、これだ。懐かしいな。動くな。まだいたか。銃の威力は弱めてあるから殺しちゃおらんだろうが、こいつらには悪いことをしたな。高利さん、ありがとう。おかげで騎兵の元まで戻ってこれました。礼はまだ早いぞ。夏野さんが先に出ているようなので私は行きます。大手柄の方は俺に残しとけ。俺もすぐ追いかける。DJ、 もう一人の私の話通りなら今なら騎兵は起動するはずだ。守る。たとえこの命に変えても。